人の達也と、ありがとうございます。ということで今回はマグロ拾いについてやっていきたいと思います。お願いします。ゴミ拾いみたいな感じ。いや、これ聞いたことないですよね。いや、ないですよ。マグロ拾い。今回はすごいです。最後まで見てください。はい、ということで今マグロ拾いと聞いてどんな仕事を思い浮かべましたか？漁師。うん、それはマグロを釣るってこと。か、水がパーって引いて、うん、いるのよそこにピチピチ。いや、もっと沖なんだマグロって。あ、そうなんですか。そうそうそう。潮干狩り的な感じで。違う、全然全然。犯罪の匂いするな俺。おろ。やっぱそのマグロって何のライセンスもない人がさ取っちゃうらさ、うん、犯罪じゃん。はいはいはい。だからなんかもう拾ってきたみたいなさのもう。あ、なるほど。脱法感の匂いする。はいはいはい。ああ、でおろって流浪になるよ。何したよ。おろって言ってます。おろって言ってます。二人で。おろおろ。じゃあこれ真実なんですが、まあマグロ拾いっていうものだけ聞くと、うん、なんかマグロ落ちてるやつ拾うのかなとか、うん、なんか釣りに行くのかなって思うんですが、うん、これ鉄道の人身事故などでバラバラになった遺体を集める仕事らしいです。あ、じゃあインゴや。そう、マグロ釣ってんだ。で、語源は電車に轢かれてしまって亡くなったそのバラバラの体が頭や尻尾を切られて魚市場の床に転がるマグロを連想させる、もしくはこのバラバラの切断面がマグロの身を連想させるというところからマグロ拾いっていうのが来てるらしいです。うわ、でも分かると思う。想像はできるね。そう、また原型をとどめないまでにバラバラの状態となったこの死体を叩き、あるいはミンチと呼ぶこともあると。まあいずれも業界用語で隠語であるとされていると。死者に対する礼を失することからどの鉄道会社においてもこの用語の使用を公には認めていないと。だからまあ鉄道業界の言葉、うん、でもそれを表向きに使っちゃダメよっていうのは言われているらしいです。ここまで聞いてと、ちょっとなんかこれ仕事ってことでしょ、要するに職業ってこと。そう、そういう仕事があるっていう話なんだ。誰かがやんなきゃいけないもんね。そう、だいくらぐらいもらえるんだろうね、それね。お金いいって。いや、いいでしょ、絶対。では、これじゃあ本当にあるのかっていう話に突入していきましょう。じゃあまずこれ、噂、まあ、今ここにある情報を読みます。日給15,000円かける1週間という高額バイトです。だから、なるほどね、1回では拾いきれないっていう想定で1週間取られてる。その消毒とかもあるよね、多分。そうそうそう、その辺も込み込みで1週間日給15,000円で出勤してもらいますよっていう仕事です。で、もうやったことある人のあれなのかな、書き方がそうなんだけど、うん、死んだ人の肉片やバラバラになった人体の部分の感触は今でも手から離れないくらい恐ろしいものでした。じゃあゴム手袋でやってんだ。じゃあ、あまりのショックに10日ほど点滴を受けながらの治療をしたと。っていう、あ、まあだからやったことがある人なのかな、分かんないよ、はい、の、まあ、こういう言葉が添えられています、はい、だからそれを本当に手で拾っていくからこそその感触がある。え、トンクじゃダメなの。いや、でもその、いや、そのミスの企業案件みたいになっちゃうから。これできます？できない。絶対できないよね。とか俺思ったけどさ、俺ら人間と生きてんのにさ、人間の死体さ、リア生で見たことある人っていないよね、あんまり。あるよね。いや、その綺麗な状態でしか見たことないでしょ。ああ、肉眼では確かに。確かに。で、今まあいろいろそういうバイトがあったとか、うん、やった人の意見みたいなのがあったんですが、これらは都市伝説という意見もあるんですね。まあ自殺はいつどこで起こるかわからないものです。早朝に都心の駅で起こるかもしれませんし、夜中に地方の畑の中を走る貨物列車に轢かれる人もいるかもしれません、うん、どんな場所時間で人身事故が起こったとしても、線路の復旧作業は遅くても1日早ければ数時間で終わることも多いよね、うん、すぐ治るよね。確かに。で、そんな状況下で新たにバイトを集めた、まあ、収集したっていうのができるのかって話なんですよ。それかさ、登録制でさ、片っ端から呼ぶんじゃない。いや、けどそれって人数多すぎちゃって情報出ちゃう。ああ、そうか、確かに不特定さするついるもんね。そう、それ言えてないのよ多数なで、あとはこういうその電車に轢かれた方の死体の回収っていうのは警察とか消防署の立ち会いの下で行われる重要な職務であり、かつ個人や遺族のプライバシーに配慮が必要なデリケートな側面を持つため、鉄道会社の職員が担当しアルバイトに委託することはないと。そうかも。だってそうじゃない普通に。ああ、じゃあだから居酒屋で働いてるバイトのやつがゲロ処理するみたいな感じか。それの許可担当がちゃんとやる、うん、そうだ。それをバイトがね、ゲロ吐いたんでお願いしますって頼むことないでしょ、うん、だから駅員で完結するってことか。そう、あとは警察とかが絡んでくるような、もう本当に死ぬっていうヤバいことだから、まあそもそもバイトになることはないんじゃないかって話なんですよ、うん、だってそもそも回収する前にさ、その現場検証あるからね。まずどこでどうぶつかってとか、うんうんうん、バイトなんか入る隙間ないでしょって話、うんうん、最後に一言だけ添えられてて、はい、ごく
く稀に警察関係で知り合いや担当警察官の母校の学生などに声をかける時があるのだが時給は決まっていないっていう言葉が添えられて終わる。今も都市伝説って流れになったけど、はい、最後この言葉で締められてる。リアルよな。添えてくる感じがね。そう。ということで以上がマグロ拾いに関するお話でした。ないと思うね。俺もちょっとないかなって思ったけど、マグロとは言いそう。うん、仕事がないにしてすごいこと気づいちゃった。何これ、いや、都内ではありえんけど、うん、両親に頼んでない。なんでいやいや、結局血とか見慣れてるでしょ、うん、マグロ切ったりとか。あ、そうかそう。じゃあなんでその漁師用語で例えたのってことなの。ああいうので見慣れないと無理よ。あ、しかも漁師ってあのシーズンで稼いで あともずっと休みだからやってる可能性はある。え、じゃないとどっからマグロ拾いって、まあそれ分かるよ、断面とか分かるけど、うん、それって漁師が言うやん、マグロの断面っぽいなとか。そっか、普通その発想なんないよね。なんないよ。だからこう考えるとちょっと怖いし。あ、じゃあつなぎで鉢巻きして長靴履いてたらそうだ。いや、なんでそこまでその格好すんの。え、漁師でしょ。いや、漁師やけどずっと漁師でいなきゃいけないわ。あ、そうなの。え、お前漁師ってあのままあれなの。いや、なんだったの。ということで、もしこの件について何か詳しい情報を知っている方がいたらどひどしコメント欄に書いてください。まあこれが都市伝説だよであればもうそれでいいし、うん、それ嘘だったよってなったらもうそれで OK なんですよ。それか身内がやったことあるよとか。なるほど。それはやばなってくるけど、うん、もし知っていることがあればぜひともコメント欄に書いてください。あとはチャンネル登録とグッドボタンもお忘れなく。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。イミコアがやりたいと。そうなんですよ。繰り出せモーサーバリア。いや、ツッコミのスピードほんと半端ないですよね。あれ本人に向けてるのかなと思いました。そういうのじゃない。天才。繰り出せモーサーバリア。